今回はチートデイ、してからどれぐらいで体重が戻ったのかっていうことについて、お話しします、そのね推移をお話していきます。どんな感じで体重が戻っていったのかということをお話しします。結論から言っちゃうと3日間です。3日後の今日が朝なんですけど、その朝にもう完全に戻ってたというか 100g マイナスになっていったという感じです。この、1日2日3日あだから中2日だね、のまでの、体重の感じ、摂取カロリー、あとは、感想だったりとか気づきだったりとか、そういうものをお話ししていきます。やる前が自分朝の体重が 61.6 で体脂肪率が 9.9% だった。で、その日にチートデイをしたわけなんですけど、その時6025キロカロリー、まあ6025キロカロリー取ったわけですよ。そこから、まあそのね、気づきとか感想は、その1日目は、俺思った以上に食えんだなとか思いました。そしてこんなに美味しい食べ物この世にあったんだってね、ずっと俺はなんか基本的にはスーパーフード的なものを中心にして食べてるからね、そういうふうに思いました。はい。で、その次の日の体重ですよ。チートデイ終わったね。それが 62.6 でした。だから1キロ増えていたというところです。この時に思ったことは、あ、こんなもしか増えないんだなっていうふうに感じました。で、ちなみに体脂肪率が出たのは 10.5% ということですね。で、日中の摂取カロリーということなんですけど、自分は今 IF というものを、インターミッテントファースティングという18時間断食っていうのをやってるんで、朝昼と夜しか食わないんですよ。だからそのね、食べたカロリーを言うんですけど、その昼に食べたカロリーは900キロカロリーです。はい。それはお腹が全然減らなかったからです。まあ前日にねチートデイしてるわけですから、それはもちろん、お腹が減らなくなるでしょうというところもあるし、あと、その日がダンプの運転手のお仕事だったんですけど、めちゃめちゃ急いでて、うんこしなかったんですよ。いつもだったら自分はなんかその瞑想したりだとか朝のルーティンをしっかりこなしてる時に、時間がもうしっかりいいねある時にうんこがしたくなってするんですけど、それが、もう急ぎまくってたからうんこをしなかった。それがそのまんまうんこしない感じの日になった感じなのもあると思うというところですね。で、そのね夜はまあ1100キロカロリー取りました。はい。夜はお腹空いてたんですよ。うん。日中はお腹空いてなかったけど、夜はお腹空いてた感じで1100キロカロリーです。はい。で、2日後です。2日後の体重がマイナス 200g です。2日目からね。だから一番最初の 61.6 からすると800マイナ、プラスになってる感じで、体脂肪率は 10.2% ということです。はい。で、その時の摂取カロリーですね、それは昨日なんですけど、それがお昼、IF をやってるんで、お昼の1食目が1600キロカロリー食べました。これは普通にお腹空き気味で食べてた感じ。でも、まあ、ちょっと少なめぐらいなのかな。1600キロカロリー食べて、そこから練習行きました。うん。あ、ちなみに、その練習はパフォーマンスめっちゃ良かった。すげえ動けんの。うん。え?と思った。うん。というところがあって、まあ、それは置いといて。で、帰ってきてから、飯食おうかなと思ったけど、全然腹減ってないんですよ。だから、いや、もうこれ、飯食わなくていいか、おととい、チートデーしてるしね、みたいな感じになって、その日は一食だけになったんですよ。1600キロカロリー。はい。で、その次の日です。3日後の今日ですね。これが、体重が 61.5 になってました。だから戻っていたということです。というよりもマイナス 100g ですね。で、体脂肪率が 9.4 というところです。はい。で、日中の摂取カロリーはこれからなんですけど、12時ぐらいに、まあ、もちろん食べる予定なんで、昨日のね、だから夜食ってないから24時間、ファースティングになりました。はい。まあそんな感じですね。とにかくチートデイが終わってからね、どれぐらいで体重が戻るのかっていうことなんですけど、3日間ということでした。はい。大体ね、なんかいろんな人のチートデイの推移とかを見てると、2日から4日みたいな感じの人が結構いた感じだったんですよ。自分はちょうどそのど真ん中の3日後という感じになりました。はい。ちょっと面白いですね、本当に。これチートデイ、しかもジャンクフードのチートデイですよ、がっつり。見てくれましたよね。見てくれてないですか?見てくれてない方で、がいるかもしれないから、ちょっと概要欄に載っけておきたいとは思うんですけど、とにかくチートでジャンクフードのチートでがっつりしました。で、そのね、戻ったのが3日後に戻ったって言いましたけど、その間別に調子全然悪くなかった。うん。めちゃくちゃむくんで体重が増えまくってっていう感じもなかったしね。
1キロしか増えてなかったし、体調もめちゃ悪いって感じじゃなかった。うん、まああとこれ体調が悪くないっていうのは IF をやっているおかげっていうのもあると思うんですよね。うん、IF インターミッテント、もう一度だけ説明するとインターミッテントファスティングです。完結的、ファスティングみたいな感じなんですけど、まあ、18時間飯食わないで8時間の間に飯食うみたいな感じですよ。これ、あ、8時間 ?16 時間だ。16時間を空けて8時間で飯を食う感じなんですけど、それのおかげだからなのか調子が全然いい感じですよ。はい、まあとにかくチートデーその後ということで、ね、ジャンクフードだ、うん、を週にね6000キロカロリー食べてどれぐらいで戻ったのかって言ったら3日後だというところです。はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います。さよなら。